何事だ。断りの戦たるもの、いついかなる時にも優美にだな。それどころではございません。このような書き置きを残し、マリア様が出奔を。ちょっと飽きたから物見にでも行ってくるわ。あなたはあなたでせいぜい頑張りなさい、長政。このような時に何を考えているのだ。イチ、少し待っていろ。すぐに連れ戻してくる。あ、待って、行かないで長政様。イチも、イチだって一人じゃいられないのに。行軍開始。そう、来てしまったのね。仕方のない男。時は金なりだ。一つ数える間に削除する。このくらいなんだ。ナオトラ様のしごきに比べたら。我らナデシコ、ナオトラ様を守る百個の爪。男衆には期待するだけ無駄だ。私たちで守るぞ。はい。熱狂拳威力投稿。わらわを求めて争っているのね。いじらしいわ。見ていてくださいまし、ナオトラ様。マイル。本当はナオトラ様も姫でいたいのではないだろうか。ご神託がありました。あなたは嵐を呼ぶ雲であると。だからズバババババババーッと振り払っちゃいますよ。断りさ、ここは絶対に通しませんよ。この言葉一度言ってみたかったんです。キレとはイチの知り合いだったか。えい、今の姉上に味方するならばキレも悪だ。おイチちゃんは一人でお留守番ですか。よくわかりませんけど、それはいけないことだと思います。そうは言うかな。このような身内の火事にイチを巻き込むのも。おイチちゃんのそばにいてあげてください。それがキラキラ姉様の望みでもあります。ほら、回りすぎる口は美しくないわよ。ごめんなさい、キラキラ姉様。私、追い返せませんでした。やれやれ、融通が効かぬ男だな。あれではお前の真意を話さぬ限り終わるまい。そうね、まったく困った弟だかと。私にはどうにも嬉しそうに見えるのね。いざ尋常に。よし、俺の今日の仕事はここまで。うちの子たちをやましい目で見たわ、この知れ者が。家庭内乱世、巻き込まれても俺らに勝ちはねえぞ。今はお前に風がある、そういうことだ。我らの未来は我らが選び、あまたの戦場を切り開く。それが最下の生き様だ。とにかく奴を止める。それでいいの。悪いわね、後で何かお礼をするわ。これは契約ではない。
故に必要だ。アザイル、お前は嫁よりも姉を優先するの。身内は全て同列だ。私の方針には口出し無用と言わせてもらおう。常に共にある、そういう契約を交わしたのです。なぜそれを、よもや姉上が語ったのか。おのれ姉上、変わった身内だな、マリオ。だが、お前の決断もわかる気がする。ジン捨てろけ。なでしこたちこそ、ジン立ての要だ。バサラバサ無敵一番、お断りの戦たちよ、正義の歌にて私を称えよう。見たか、絶対に逃がさんぞ姉上。今回ばかりは一言言わねば収まらん。本当に仕方ないわね、長政。この者たちは一体、女性の凛花を刃とするなど悪にも程がある。その言葉、お前の姉に突きつけてやったらどうだ。男に求められるってやはり心地いいものか。私には縁が遠すぎてわからないね。そうね、いずれ知る日も来ると思うわ。あかんだけれど、この先ナオトラ様の命により通すわけにはいきません。恐ろしい魅力、これはただの武者震いだ。なでしこ隊、あの男衆を確定しろ。舞台を働くならば容赦しない。その覚悟あっての狼藉か。男がのさばり、涙するのは乙女ばかり。国の行く末、もはや男などに任せておけない。私は直虎、誰よりもひたむきなる虎だ。マリアはお前たちに気を使って家を出たんだ。当のお前が追いかけてちゃ示しがつかないだろうが。違うよ、長政も浅井の家もこぼれていくなら捨てるだけ。私への気兼ねだと、なぜそんな必要がある。ゆいが独尊、それが姉上の正義ではないか。お前、それを本気で言っているの。お前ほど女心を知らない奴は見たことがない。そこに直れ。しら、少年を叩き直してやる。誰も彼らに非難されようとは、私が一体何をした。わらわと書いて美しいと読む。ねえ、知ってた。確かに。よし、男衆は陣形を組め、行くぜ。絶対の陣、オン。そこにいるのか、リチ。なんだマリア、お前の弟それなりにやるじゃない。ねえ長政、あなたが正義を言い出したのは元はわらわのせいだったわね。どうした姉上、なぜ今さらそのようなことを口にする。お前たちもっと働いて、アリさんの方がもっと仕事してるわよ。喜んで
番だ。主人公無敵一番剣。行きます。このまま男どもには任せていられません。無敵なのに。至るのだ浅井長政。正義を超えし正義へと。コケおどしか。ふん蹴散らしてやる。気持ちいい。ここのお湯は最高ね。わかるでしょ長野さん、姉離れの時なりよ。あなたの話はまともに取り合うだけ無駄だ。無駄口は帰還してからにしてもらうぞ姉上。さあ姉上、潔く縄につくがいい。いつと私がどうであろうと、帰るべき場所は浅井のみだ。いいえ違うわ。少なくとももう浅井はわらわのものではない。長野さん、どうして一を一人にしたの？何かの拍子に食われてもわらわは知らないわよ。それは姉上さえ身を隠さなければ。あなたは覚悟を決めなければならないの。位置というものを守るため他の全てを捨てる覚悟を。世話になった姉上。ああはいはい、いいからさっさとお行きなさいな。